K-TUBE をご覧の皆さん、こんにちは、竹岡圭です。ここはどこでしょう。はい、タイバンコクに来ています。今バンコク名物の渋滞の真っ只中で、タクシーの後ろの席に乗ろうとしてんですけど、乗ってんですけど、シートベルトをしようと思ったら下のキャッチがなくてですね、刺すところがないので、ちょっと諦めて普通にポンと座っております。はい、でもちゃんと USB とかついてんのね。へえ、そういうとこはちゃんとしてんのね。もっと暑いかと思ったら暑いんだけど、日本よりちょっと涼しいかなぐらいな感じで、今ね、東京めちゃ暑なんですよ。だ、意外と変わらないよりちょい涼しいのかもしれない。建物の中すごく涼しいので、まあ、もうちょっとね、今日まだついてレクサス RG ですね。はい、まだうろうろしだしたとこなんで、これからちょっとね、タイのね、こうバンコクを体感していきたいと思いますが、はい、というわけで目的地に到着しました。ワットパクナーム、ちょっとね、タクシーの運転手さんがワットプラチナムとか、なんか地域間間違えたみたいで違うところへ連れて行かれそうになったんですけど、そんな時に役に立つのがね、やはりこの地球の歩き方、ベーシックなこれですよ。最後はこれ、紙のこれね、見せて、このワットパクナーム、ワットパクナーム、テンプルテンプルって言ったらやっと着きました。でここはですね、タイの方なら誰でも知っているテムニーさんというね、偉い、お坊様にゆかりがあるとこなんですって。でね、これがね、見たくて来たのよ、実は。これがでもね、最上階のエメラルドグリーンの仏塔で、ドーム状の天井には仏画が描かれてみたいなやつらしくって、こっちのね、大仏様も大きくって、タイで3番目に大きいんだって。台座を含めると69メートルと書いてあります。というわけで、まあ、ちょっとね、じゃあ行ってみようかな。ワットパクナーも広いんだけどね。あ、すいません。いやー、なんかね、来る途中、最初は下町みたいだったけど、ちょっと川を渡ると急に近代的な街並みになって、おー、なんかすごいニューシティじゃんみたいな感じだったんだけど、またね、下町、バリバリ下町になった。もうすごい屋台が立ち並ぶ下町。あ、でもなんかグリーンが綺麗。あ、ちょっと待って、大きいじゃんすごい大きいじゃんもう、これだ、これだよ。なんだ、すごいな。でね、すごいのがここ無料なんだって。やっぱりね、タイは仏教の国だよね。皆さん自由にって。お手洗いも超綺麗だよ。やっぱすごい綺麗なとこだね。なんかマングローブみたいな木があるけど、マングローブかな、マングローブ風な木が、マングローブではない、マングローブではないと今諸星先生からですね、ツッコミがありました。今日はですね、実はあれなんです、三菱自動車の、新型車発表会ということで、ジャーナリスト、数人ですね、あと、まあ、編集部の方もいらっしゃいますけど、タイにやってきたというわけなんですが、ちょっとでかっ、すごいな。でもちょっと腰のラインが綺麗、そういう問題じゃない、ウエスト綺麗だな、すごいな。これ69メートル、はあ、情報がこれしかないんだけどね。なんて言ったって情報が地球の歩き方しかないもんですから。でもこれをね、見てきたのよ、このワットパクナーム。いや、ほら、タイだとね、有名なの、ほら、こういうのもあるじゃん、こうネハン像みたいな。これね、前ね、来た時ちょっと見たから、今日ね、今ここ3人で来てるんですけど、みんなね、見たことないところというので来たんですよ。仏塔は5階、これが、これか、すごっ、5階建てだって。へえ、すごいね。じゃあちょっと写真なんかも撮りたいけど、写真は後で出てきた時にしますか。まずちょっと行ってみます。いやー、裸足、今靴脱いだんですけど、裸足でもいいみたいなんですけど、大理石が焼けちゃってて暑すぎて裸足じゃ無理だった。靴下持ってきてよかった。そんなこともあろうかと持ってきたんですけど、わあ、これもすごいね。黄金の馬車で真ん中に水晶が、水晶の玉が、美しいね。いやいや、なんかいろんなところ写真撮りたくなっちゃうね。
じゃあちょっと入りますか。こんにちは。さあ、デイノートタッチ触ってはいけない、見たことあるような、見たことあるような、あ、これこれか。今 You are here、 You are here、 こっちかな、2階かな、2階よね、ここだね。 何がいけないか説明して、ね、何これ、何、ヨガをやってはいけない、飛んではいけない、踊ってはいけない、ハグとかキスもダメ、なんだよその NG って、写真撮っちゃダメとかじゃないのかよ。面白いね、すごい、はい、テイクフォトウィズポジションだから、こういう格好して写真撮っちゃダメよってことだよね。だ、普通には撮ってもいいってことだよね。あと触っちゃダメ、タバコはダメ、もう書いてあるよ。あ、 C Please be quiet、 プラマハチェリマハラッジャモンコン、ワットパクナムパシーチャーローン。へえ、すごいよ。幅52メートル、高さ80メートルに及ぶこの大仏塔の先端には100キロの金で作った宝珠がそびえています。だって100キロの金、ちょっとそれも見たいかな、見たいよね。触っちゃダメって触っ、あ、これがそうか、あ、Do not touch、 もちろんもちろん見るだけ、見るだけね、見るだけオンリーでいきたいと思いますけど。あ、こんにちは、もうすごいね。へえ、いや、すごい、全部大理石なんだ。大理石と黄金ってすごい取り合わせよね。しかもさ、これさ、18金の薄さじゃないよね。あれね、濃いよね。違うのかな、金箔パクか、塗料かな。でもね、一番上の黄金は100キロの黄金って書いてあったよ。もう本当下世話なところでね、興奮してすいません。うわ、すごいわここも。プリーズビークワイト、すいません、ちっちゃい声でね。いやー、すごいのよ。だって見ても、水晶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 、ゴールド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 、うちは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 金金金みたいな。うわ、ここ宝物殿だね。ちょっと見ちゃう。こういうとこもさ、撮影自由なんだね。何もダメって書いてないもんね。あ、時計、日本だとね、ここに成功とか書いてありそうだけど。わあ、仏像がちゃんと鍵かかってるよ。へえ、すごいね。あ、これは何、シルク、シルクかな、シルク、あ、今朝ね、なるほどなるほど。あ、これも全部ちっちゃいお仏像様だよ。うわー、あ、これもそうだ、すごいいっぱいあるのね。あ、で食器ね、うわ、これも綺麗だな、これこれ一個一個見てるとすごい大変なことになりそうだ。あ、ここ今朝ね、あ、福さとかね。じゃあちょっと上上がってみる。うわ、もう上もね、赤と金よ。ちょっと団体さんがあれですけど、でもなんかすごいさ、係の人もいなくてさ、自由でさ、でも別になんかこう誰もみんなちゃんと触らないみたいな、そういうところがいいよね。マナーがちゃんとしてる感じのところが素晴らしいです。あ、ここは青もあります。ちょっと工事中の様子です。あ、今絵描いてる、ほら描いてるよ、すごい、修復作業中なんだ。すごいね。へえ。実際ね、なんかあのこう修復作業も見せちゃうっていうのは、私はパルテノン神殿行った時のことを思い出した。パルテノン神殿もそう、でもここまた、これまたすごい。うわ、あのガラスの竜みたいのもすごいけど、あ、皆さんね、あのちゃんとご挨拶していらっしゃいます。これ私たちもご挨拶した方がいいよね。なんかよくわかんないけど、まあわかんないので日本式でいきたいと思います。ありがとうございます。さあ、なんか
天女様が舞っていらっしゃる。下の青とはまた違って紺色と赤のコントラストで、なんかこっちの方がさ、なんかこう愛着が、あ、うわ、なんかすごいすごいよ、ここいよ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 エメラルドだ、綺麗。めちゃくちゃ綺麗じゃない？ちょっとどうしよう、綺麗すぎちゃって、もう人がくるくる回ってるけど、なんかこうくるくる回るのがルール？ちょっとごめんなさい、なかなか皆さん回っててうまくこうした方がいいと、これだと切れちゃうんだよな。何で作ってるんだろうね、ガラスかしら、うん、うっとりしちゃうね、これは。色使いのあと、この上の真上のさ、あのちょうど中心あたりのあのキラキラのさ、あのエメラルド具合の色が素晴らしいじゃない。これはなんかずっと眺めてられるね、なんか吸い込まれそうだもん。なんか鳳凰が飛んでんのね。じゃな。いやちょっとね、暑くなってきて汗なんか拭いてますけど、ちょっと外に、ね、出れそうなので、回路の外に出てみようと思いますけど、え、ちょっとちょっと後ろ見てもう笑っちゃうよ、大きいんだこれが、こういうなんか位置関係っていうか、すごいね。いやこれでもちょっといい感じだよ、ほらほら。振り向いたら佐藤二朗だったら面白い。それ笑いすぎなんだけどそれ笑いすぎだけど、ちょっとなんか出てきて出てきて、それじゃあ吉彦だよ吉彦だよ、それじゃあ私の大好きな勇者吉彦だよあの番組私ファンなんだけどねうわーすごい、なんかかっこいいなこれ自分の写真に自画自賛、でもめちゃかっこいい。あれ象に乗ってんだね、白い象に。でその下に寝てる方もいらっしゃるよ激しいなこれ涅槃像と一体感みたいな、何でもかんでも像だね。白い像がね、使いだもんね。ガネーシャはでもピンクだよね。いや本当あのね、大きいガネーシャがいるところもちょっと行ってみたかったんですけど、なんか聞いたらね、隣の県、日本でいうところのぐらいちょっと遠いんですって。でね、行けなくて、なんかあのガネーシャの周りにね、ネズミがいてね、その自分が生まれた誕生日の曜日のおネズミちゃんに願い事をね言うとね叶えてくれるっていうか、ガネーシャに伝えてくれるんだって。ガネーシャは叶えんだけど、でその時ネズミの反対側の耳塞がないとツーって抜けちゃうから、ちゃんとねネズミちゃんにお願いするとガネーシャさんに、お伝えしてくれるそうです。ちなみに私は日曜日生まれですので赤いネズミちゃんです。さて先ほどバックショットで後ろ姿の腰のラインが綺麗だったお仏像様、こちらでございます。大きいね大仏様、美しいね。なんかさ、上から見下ろされててもさ、優しいお顔だね。普通なんか見下ろすとさ、怖いお顔になるじゃない？見下ろされるとかよく言うじゃない？愛しい、慈しんでるお目目で見下ろしていただいてる感じがすごい伝わってくる。うわー、光が差して美しい。なんかあっちにまたね、すごい黄金のものが、わ、なんかうちわがすごいな。うちわコレクション、なんかうちわ扇って言った方がいいのかな、うちわじゃなくてなんかみんなお祈りしてるから、これこっから見た方が良さそう。こっちからってこと？あ、ウェルカムって書いてある。じゃあちょっとウェルカムの字に誘われて行ってみたいと思います。こんにちは。
ちょっと私はお仏像様というのは尊いものだとずっと思っているのです。それ心の底からね。でもちょっとあれはどうかな、あれはどうかな、な手が大きいんで、しかもなんかバランス的にね、手のひらが、ちょっとあの顔は、いやちょっとあれ絶対狙ったでしょ、狙ったよねあれ、狙ったよあれは。ちょっとよく見たらさ、ちょっとね、その上のさ、なんか竜みたいのもあれ狙ったよね、もう全体的に。ここはなんかアトラクションというかテーマパーク的な。お、あっち見て見て、船があんな後ろで、あれあんな浮かしちゃって、あんな、なの操船。バイバーイ。すごいなこの。こちらもすごいね、これもうなんか写真撮りどころだらけでさ。でまた空が青くて面白い。いやそう、空が綺麗よね。